武将選択参りましょう。軍師選択。分析は任せてください。どうした愛者、妙におまわしげな顔をして。お腹でも痛いのだ？そうではない。ふと久しぶりに旅に出てみようかと思ってな。ほう、旅か。けど急にどうして？いや、特にこれといった理由はないが、まあ考えてみれば、今はこうしてこの地に腰を落ち着けているが、元をたどれば私もお主もかつては諸国を旅していたに。私もそうだ。リンリンだってそうなのだ。ああそうだったな。我らは皆旅に出ることで様々なことを見聞きし、多くの仲間と出会った。そう思うと初心に帰って旅に出るというのも悪くないかもしれんな。よし、なら久々に武者修行の旅に出るとするか。そんなのダメなのだ。って、リンリン、なんでお前が反対するんだ？何か愛者が旅に出ては困るようなことがあるのか？さてはリンリン、愛者が旅に出て置いてかれるのが寂しいんだな。そんなことないのだ。過ごしたけどそんなことないから。とにかく旅に出たかったらリンリンを倒してからにするのだ。よかろうリンリン、本気で来い。言わなきゃないもん。義援万丈。第一国勝負。はっはっ、どうは行くぞ。まだまだ、こんなとこ直撃の大変。常に我が手にあり。第二国勝負。はっ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 。修行して出直してこい。勝利、完全勝利。鍛錬に手を抜くからそうなるのだぞリンリン。どうだリンリン、これで文句はないな。残念だけどしょうがないのだ。そんな顔をするな。何か土産を買ってきてやるから、別れ際はいい顔で見送ってくれ。分かったのだ。強敵ですか？負けません。どう仕留めてやろうか。義援万丈。第一国勝負。やっぱり行け。はっ、勝負。はっ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 。
のみ。勝利。新米が相手など務まるはずがないのだ。飛燕番長大一国勝負はぁ、あ、だよねやっやっやっこういうのだよねはぁ、あ、やっやっやっはぁ、あ、はぁ、あ、たぁーちょっと思い知ったか勝利完全勝利大二国勝負はぁ、あ行くぞパラー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 やばいこれ私の本気これが青龍草の威力だ今回しても遅いぞまさかまた強くなってしまったか勝利たっぷりと後悔するがいい。簡単にはいかぬか。いつまで冷静でいられるかな。飛燕万丈大一国勝負やられるな。はい行けやられるな。また強くなってしまったか勝利第二国勝負さあ気を抜いたかやあはあ運慶の劇行くぞはあ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 まだまだはあ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 は常に我が手にあり戦う前の威勢は一体どこへ行った その黒髪散らせてみせる威勢は認めてやろう飛燕万丈大一国この程度か勝利第2国勝負やったやったやったどうだはぁやちらせどうやったそこだやったそこだこのとはぁどうやったどうやったここだどうやった行くぞうん、勝利は常に我が手にあり話にならん出直してこい
おお、公的など聞かぬ。紀元万丈第一国勝負。私の部下になりなさい。国主とて遠慮はせぬ。紀元万丈第一国勝負。しなさい。やった。人間が見えたガラスよ。こちらだ。そこでどう見れしなさい。どう見れしなさい。人間が見えたこれで来てなる。見れしなさい。これで満足はしないわ。敗北。第二国勝負。ご覧さん、無敵しなさい。行くぞ。後悔はない。行くぞ。あら、よそい。しまったか。勝利。
う前の威勢は一体どこへ行った？手合わせしたいと考えていたぞ。いい戦いができそうだ。飛燕万丈大一国勝負。ご機嫌だな、宝刀殿。その分だと一緒に旅に出たのは正解だったようだな。はい、将校さんとした川遊びも楽しかった。あと五の武将も義の武将もカールさんみんな倒しちゃってすごいなって。いや、あれはたまたま。たとえどこの武将を倒そうと、レン殿に勝たぬうちはまだまだなのです。お主は陳旧、それに呂布も。レン殿は強い奴と戦いたいのなら私と勝負しろ言ってるのです。そうなのか呂布。最強と謳われるお主との戦いならば武者修行の締めくくりにふさわしい。では行くぞ呂布。なかなかの私を楽しませてみろ。飛燕万丈大一国勝負。くらえ。行くぞ。負けた。レンは残念。レン殿、そんなに落ち込むことないのです。セクトや他のみんなも慰めてくれてるのです。
勝敗は陛下の常だから、負けてもまた次勝てばいい。次勝てばいい。そうなのです。ちっこいの、お前いいこと言うのです。え、これは曹操さんが言ってたことで、いい言葉だなと思ったから。うん、やはり宝刀殿を旅に連れて行って正解だったようだな。やれやれ、やっと帰ってきたな。旅に出ている間にこんな季節になってしまったか。まあ雪が降る前に帰ってこれてよかったな。ん？あれはもしや。あ、戻ってきたんだ。おお、スイ。それにセイも。武者修行はどうだ。アイシャー。あ、こら、いきなり飛びつくやつがあるか。アイシャ、アイシャ、アイシャ、会いたかったのだ。まったく、リンリン、お前というやつは。お土産は何を買ってきてくれたのだ。あ、すまぬ、忘れていた。ひどいのだ。リンリンはそれを楽しみにして、アイシャがいないのもずっと我慢してたのだ。いや、うっかりしていて。この通りだ、許してくれ。手を合わせてごめんなさいしたってダメなのだ。許して欲しかったら、今日はリンリンと一緒にお風呂に入って同じ布団でおねんねするのだ。なに